私の仕事は微生物の力を借りているだけの仕事、私自身が偉いものを考えたり難しいことをやったりしたわけでなくて、すべて微生物をやっている仕事を勉強させていただいたりしながら今日まで来ているというのが、まあ、そういう意味で本当に私がいただいこんなような賞をいただいていいのかなというような気持ちもあります。はい、大村でございます。いやどうも、いや、はい、ありがとうございます。わざわざすみません。静岡新聞の中川といいます。人の間にやったらそれを超えることはできないですね。やはり独自なもの、それ失敗も多いと思いますよ。だけど人を超えるにはやっぱり真似してでは超えられないっていうのが私のもう身についてるその学生時代からの中ですね。はい、これやると失敗するんじゃないかとか、これやると失敗するんじゃなくて、そういうことはもうあれして失敗してみからやってみようって気持ちが絶えず起こさなきゃいけない。だから成功した人、私は自分でも自分のことも言えると思うんです。成功した人はね、あまり失敗は言わないんですよ。だけど人よりかも倍も3倍も失敗してると思うんですよ。ヘマしてると思うんですよ。そういう中から成功のあれが出てくるわけですから、だから1回2回失敗したからってどうってことないよと、若い頃は。とにかく失敗繰り返してやりたいことをやりなさいっていう意味ですね。そう言いたいと思います。うん、はい、そろそろ、はい、お願いいたします。お願いします。